じめまして、エスコヤマの小山進です。この度、スペインの、あの有名な雑誌ソーグッドに、記載させていただくということで、非常に僕としてはスペインのものづくり非常に興味深いですし、経緯も示してますので非常にありがたいなと思いました。僕のショコラはショコラの味覚、日本の素材を使った美味しい味覚もそうですけど、なんか物の中に遊び心、幼少期から今までの遊び心を思いっきり入れ込みたいと考えています。まあ、味もさることながらパッケージ、そのショコラ商品のストーリー性、そういうことも大事にしているので、そういったことも今回の雑誌の中で伝わったらいいなと思っています。僕は自然が大好きなんですね。だから僕がものづくりをする上でベースになっているっていうのは原体験なんで、自然が大きな多いほど僕はインプットをお菓子っていうアウトプットに変えることができます。10年も経つと森の木々、庭の木々がものすごく成長してるんですね。こういうロケーションの中で、お菓子をクリエイトするっていうのは僕にとったら非常に幸せなことで、いちごであっても野菜であっても地域のものが朝届く、もう採れたて摘みたてのものが朝届くっていう環境でものづくりができるっていうのが何よりも僕の大好きなことで目指しているところです。